はい、こんにちは。2019年の2月15日、14時40分、久しぶりにウェブカメラで動画を撮ってみました。若干性能が悪いんだね、Windows がパソコンが。ガクガクするんですが、今日言いたいこと。複数アカウント、女子高生、大学生が、複数アカウントを持つのが当たり前だと。Twitter、Instagram、複アカは一般的と。大人世代とは違い、女子高生や女子大生の間では、ツイッターやインスタグラムで複数のアカウントを持つことは当たり前になっていると。なぜ10代は複アカを持つのか、持たないとどうなるかについて説明を見ました。ニュースでね。まあ、一個一個使い分けて、完全に使い分けてるね。愚痴を言う、検証用とか、大学用、高校用、仲がいいよ、どうでもいい人用とかね。めんどくせくないか、お前。ちょっと口で噛んだけど、めんどくさくない？いや、いいのよ。複数アカウント持とうが、一つのアカウントで全て俺みたくやってるのもいいけど、確かに、デメリットが強力だ。強力です。俺はもう、Facebook だろうが、Instagram だろうが、Twitter だろうが、全部一つのアカウントで、しかも、顔出し、本音出し、してますから、もう、陰口で叩かれまくりの、人にバカにされまくりのですからね。でもその代わり、俺は自分の言いたいことを隠すっていうストレスがない。これが一つのいいメリットだと思うよ。デメリットは強力なムラハチブにある。これに耐えれる人は、若い時はいないかもね。いないのかもね、若いうちは。日本人だったらなかなかそうなのかもね。多民族国家のアメリカとかだったら、もしかしたら、そんなのくだらないよってなるの？いや、わかんないな。多民族国家だからこそ仲間意識なんてもあるのかもしれないけど。俺はね、俺の考えをちょっと押し付ける。複数アカウントを持つぐらいだったら、本当に今ここで目立ちたかったら、一つだけのアカウントに絞った方がいいよ。そしたら君、超目立つよ。女性でも男性でもいい。君は目立つぞ。愚痴を吐くときは吐く。嫌なことがあったら嫌なことを書く。反応があったらそれにちゃんと答える。それで君の評価、すごく良くなる。悪くなる面もあるんだけど、無難な道を選ぶよりは楽しいかも。全部をコントロールして人がどう思うかってことまで考えて生きていくとね、すごく疲れて、はぁってため息が出るような人生になると思う。今は気づかなくて、それでうまくいってる可能性もあるから、それはそれでまあいいんだけどね。大抵ね、疲れてくると思うんだよね。これは裏アカウントでしょ。これは表のアカウントでしょ。これは、別に親しくないからな、このアカウントを人に教えようと。どうでもいい人用アカウントってね。そんな感じで。君のことに、が好きだっていう女性とか男性が現れて。ねえ、LINE のアドレスを、LINE 教えてよって言われたら、あ、いいよって言いながら教えるアカウントはどうでもいい人っていうアカウントね。ツイッターでも、インスタグラムでも。いいと思う。だって、めんどくさいんでしょ？俺だったら、その時思うことは、俺の考えを押し付けるわけじゃないよ。押し付けてるんだけど、早い話、押し付けてるんだけど、押し付けてるんだけど、選ぶのは君だから。君たちだから。LINE の、LINE 教えてよ。Twitter 教えてよ。嫌だ。だって親しくないし、今あなたに興味ないから、って。言って、親しくなるまで、親しくなったらね、って。あなたのことよくわかんないし、って。で、そこでさらに食い下がってくる。今から親しくなるんじゃん、って。だから教えて。で、食い下がってくる。食いついてくる。
見込みあると思うよ、そういう子は。うん、見込みあると思う。まあ、慣れてるからそういうことするって場合もあって、危険なこともあるんだけど。まあね。いいはいいんだけど、俺は好きじゃない。お前の好きなんか、好きとか嫌いとか趣味嗜好なんか関係ねえんだよ。何話してんだよ。と思うかもしれないけど、疲れるぞ、多分。お前疲れてるだろ。お前って言ってごめんね、今。ごめん。君疲れてるだろ。そんな複数のアカウント切り替えるの、めんどくさいよ。嫌なことは嫌って言えばいいんだよ。今日は何々ちゃんと何々言ったんだけど、選ぶのすんげえ遅いんだよって。もう私座ってこれ食べるって言ってコーヒー頼んだんだけど、あの子まだ迷ってるのよ、もう。とかね。それ見た相手の子がごめんなさいって言ってくるかもしれないけど、気にしないで。その時そういう気持ちだったけど、でもこうやって見せてるのを私の本音見ていいってことで出してるんだからっていうことをちゃんと付け加えてね、フォローしてあげればいいのよ。うん、それで喧嘩になって別れるならそれはそれでいいと思うよ。あいつバカなんだよ。死ねばいいのにとか、これもダメだからね。いやもうフォローのしようがないからもう。ただ、ナイナイちゃんが遅刻したんだよ。もう使、あ、ナイナイちゃんってネットでちなみに名前出しちゃダメだからね。なるべく名前は出さない方が、親しい人の中でも、親しい人の LINE グループの中でも、何でもグループの中でも名前は出さない方がいい。何々ちゃんって言った、何々くんとか、もう丸まじってわかんないようにした方がいい。名前は出さない方がいい。そして、本人だけは分かればいいから、ほいたらごめんとか何か言ってくるかもしれんけど、いやいや、気にしないで、分かるように出してるのは別に当てつけでも何でもないんだよって。もう裏垢とか、本垢とか作るのやめたってもいいで、その時そう思ったんだけど、その時そう思って、なんか今寂しくなって、愚痴っちゃった。これも、その時そう思ったけど、今は何と思ってなくて、とかなんか適当に作ればいいんだよ、もう。本当に今その時、その思ってイライラしてても何してても、もう何も正解だから。もう正解言っても不正解とかないから。ただ君が、スッキリすればいいの。そしたらね、孤独になるとか思うでしょ。ならない、ならない。大丈夫、大丈夫。実際ね、腹の中を出した方が、腹の中を出すっていうのはね、本当にお腹をかさばいて腹の中を出すって。いや、もう、ごめん、くだらん冗談言った。ごめん、おっさんだからね。おっさんだから。俺、おじさんだから。考え方が何考えてるかわかんないっていうより、それでたまに毒を吐いたり、愚痴を吐いてる人の方が信用できるよ。人間関係でも。とも、うん。いい面しか見せない人って怖くないですか？そしてあなた、そのことを自分も同じことをしてるでしょ？相手のことがしたから信用できなかったりしませんか？というわけで、福若を持つ未成年、子供たちっていうタイトルみたいな感じのやつを見て思ったこと。あなたたちは、息苦しい生き方をしている。それは大人もそう。大人もそうなのよ。同じことしてるんだよ。福若を持つことには、そんな器用なことはしないんだけど、会議とか、何かの集合とかで、みんなで集まった時には本音は出さずに、後から話したりね。うん、その場その場で合わせるだけで、会議だって何でも進まないのよ。結局は無駄になるのよ、時間の。そういうくだらんこと大人たちもしてるんだけどね。だからごめんなさい。きっと俺たちのせいだよね。俺たちが自由に話すことができない世界を作ってしまってるんだと思う。だからごめんなさい。でも俺は好きなようにいつも言ってるからね。だいたい 99% ぐらい本音話してるから。99%。残り 1% あまりにもプライバシーすぎてね、言えないことがあるから。あと俺以外のことね、家族のこととか言えないか。そこは言えないんだけど。99% ぐらい自分出しはしてます。うん。それがいいか悪いかというと、今は悪い方に偏ってます。だいぶ悪い方に偏ってます。身に染みてわかります。日本のこの厳しさが。と思うけどね。きつー、マイナス評価ばっかりきついなーってね、うん。でもまあ、それはそれで面白いと思う。マイナス評価突き抜けるっていうのもね。まあ、
YouTuber としては成功しないけどね、それでは。まあそんなわけでチャンネル登録をしてください。なぜかというと、俺は今現在無職のうつ病です。うつ病で無職で41歳となると結構なきつさなんです。支援っていうのを皆さんができれば、支援といっても、あ、またこいつの動画見てみたいな、こいつの考え方知りたいな、こういううつ病の人って初めて言うな、精神疾患って何、精神病って何、うつ病って何、ノイローゼって何って、心の病って何とか思ったら俺を見てください。その一つの病気が俺です。心の病、ノイローゼ、うつ病、パニック障害。いろんな、人によって全然違うんだけど、その中のたくさんいる同じような 俺みたいな病気の中の人、病気の魚、落ち着け。いろんな病気あるんだけど、その中の心病で思っている中で、また俺みたいに、いろいろ話せる人もいるし、同じような病気で話せない人もいます。で、だから、パニック障害の人ってこうなんだ、うつ病の人こうなんだっていう、勉強はできないけど、たくさんいるうつ病とか心の病の人の中の、その中の一人を見ることができます。そう思ったら、別にチャンネル登録してもね、損にはならないよ。あ、めんどくせえ、またこいつ動画アップしやがったぜと思ったら、チャンネルを切るんじゃなくて、無反応でいいんだよ。まあ、チャンネルが欲しいんだけどね、登録者が。まあ、要するわけで、そんなわけで。じゃあね、また見てね。じゃあ失礼します。2019年2月15日14時52分、終了。